おはようございます。おはようございます。ローマさんです。ということで、山梨3日目、これが山梨の最終日となります。はい、前回の動画、見てない方は概要欄に貼ってますので、その動画を見てから、この動画に飛んできてください。今までの2日間の結果、こちら。マイナス13万1500円かな。ボコボコです。本日3日目なんですけど、まあ、おそらくね、想定してたのは3日目が一番辛いなと、まあ、行く店があまりないかなっていう状況なんですけど、まあ、前日、まあ、リゼロで 19.6 回ったお店回るのと、まあ、あとは天地で、まあ、そこそこ期待詰めるかなっていう店回るのと、まあ、言ったら2日目に回った店の、末狙いっていう立ち回りをしようかなと思います。で、4時から寝台開放のお店があるんで、まあそこに移動するか、掴んでる台が良かったら続行するかっていう感じで今日は立ち回りたいなと思います。ありがとうございます。まあ、一番初めに行くところはコンビニですATM というところに行かせていただきたいなと思います。行きますか。はい、お願いします。はい、す、はい、ということで着きましたね。 ABC 航空昭和通り店。よし、まずリゾルミに行きます。はい、お願いします。はい、さすがに予想は昨日と一緒っていうわけではないと思うんですよね。お客さんはパチンコにはあまりいないですね。誰も打てない。誰もおらん。あれ、いやけどいけると思うな。いけます、ね、あれ全然多分詰めるねんなこれ。はい、キュウリゼロを見たんですけど、はい、まあ、おそらく末じゃないかなって思うんで、はい、打っていきたいなと思います。ただ見た目は一緒でもね、他のところ変わってたら、まあ、数字落ちていくと思うんで、まあけどそれでもいけるんちゃうかなと思うんで、はい、うん、19とかには乗るんかなっていう。めちゃくちゃ渋いんやったら16時の入れ替えに向かうっていう形を取りたいなと思います。はい、とりあえずキュウリゼロ仕上げます。はい、5000円で99、まあ、続行します。デス1台目5000円で86、2台目いきます。はい、1万円分打ち切りました。203回転。あ、これはちょっと上村かなと思います。2枚目現金1万3000円で264です。出玉できたんで共有します。2は昨日よりは良くないというか、はい、まあ、多分今日は触らん方がいいかなっていう感じで、キュウリゼロは僕今20ぐらいあるんで、はい、まあ、けど前日 19.6 で落ち着いてるんで、まあ、もうちょい下がるか、まあ、この辺かなっていう、まあ、期待値ないところまで落ちることはないかなっていう感じですかね。で、ようやくもう1台キュウリゼロで期待値弾けそうな台ですが、今確保して今20ぐらい、うん、超えてるっていう状況なんで、まあ、期待値ガン積みできる体制を整ったって感じ。そうですね、まさかの3日目どうなることやらって言ってる。いやな、はい、なんか調子抜けよ。
過去に来たことないから何とも言われんけど、はい、お店の信頼がそもそもないんか、山梨県民はパチンコの期待値稼働をするっていう習慣がほんまにないんかやな。そうですね。それかする人はもう他県だとかっていう、うん、あ可能性あるな。あとはもうシンプルにパチンコ多分人気ないと思う。あそれは思いました。スロットの県やと思うわ多分、はい、デキしか回らんもんな確かにおそらく、まあ、持ち玉あるんで2人合わせて7000ぐらいあるんか。で6000発ぐらい、まあ、それ打ち切るまでは多分移動は絶対しないのと、はい、4時からの寝台入れ替え行く必要もないって感じかな。あのままやと、まあ、落ちる可能性もあるんでね、まあはい、とりあえず打ってみんとって感じで、はい、まあ、続行は続行ですね。他に打てる台があるかって言われたらどうなんやろう。アリアワンちゃんかなと思ったけど、僕ら多分おそらく中でも多分いいやつ座ってるんで、そこまで良くないやつやと思う。多分18当たり前ちょっとね。で僕あの見てたんですけど、現金突っ込んで打ってる人の、うん、一番端の人も18ぐらいやったから、うん、だから結構いいやつ掴んでるんやろうな、うんうんうん。まあ、12時40分ですけど稼働状況こんな感じやな。リゼロ結構埋まってるわ。ほや、増えとる。結構リゼロに食いつく人増えたよ。とりあえず打っていくわ。はい。今日の旗当たり右地です。まさかの現在3時15分、4時からその寝台入れ替えのねお店行くかっていう作戦立ててたんですけど、はい、前日の時点でね、もうそれは全部なしになりました。立ち回りを見せるっていう部分では、はい、めちゃくちゃつまらん動画になってしまったかもしれないんですけど、そうですね、ただ俺はめちゃくちゃガッツポーズ、はい、まあ、末なんでさすがにやっぱ期待値あるっていう。ですもまあまあ言って他の台と比べるとまあ高そうなやつ掴んでるっていうので、はい、まあそこがやっぱでかいな。でいい意味で言ったら前日俺な LT のなこれ打てるかなって思っとった台があんねんよ、まあ、ただそれ打たへんかってんけど、まあ、それ今日見たら今日はあかんなっていう、だからいい意味で変化しとうから緩急つけとうと思うねん、はいはい、けどそれに反応する人がおらんのやろな。あ、なるほどですね、っていう気がする。でおそらく
まあ、売ってないからマジで何とも言えんけど、俺アリア回る思うねんな。あの期待値出ると思う。ただそれが高いか安いかは分からんけど、多分期待値プラスやと思う。で現状は今現金投資2人で2万6500円で、はい、持ち玉が1万2000発なんで、まあ持ち玉がなくなるまで突っ張ろうかなと思います、はい、で最後の休憩ファミマ昭和町飯食い店飯食い店なんていうの飯食い店じゃないですよね飯食い店昭和町飯食い店やろ飯食いやったんですけど絶対違うんですけどあんなん初見でおめんくらい、ね、初見殺しなんか読めへん地名多いですよね大阪の切れ売り割とかも絶対読まれんでそんなんありましたっけあるある初見殺しやリムソンもワンチャンかな思うねんけどな、うん、いやだからそれをあえて触らずに無視しとくっていう、うん、でリゼロが終わった時にそっちに転換するっていう、はいさすがにね、もう1000回転ぐらい回してるんで、で、僕 20.7 あるんよな。めちゃくちゃあるっすね。俺、上村やとは思うんやけど、どう考えてもあの中でナンバーワンやと思うねんの。俺のだよ。で、他18とか。いや、もうそう、見とってもあ、うん、20超えとるのがないねんな。だけど、見た目じゃ、もうサイズもそんなに変わらんし、そうですね、多分、分からんと思うな。なんで？17時40分。はい。そろそろ終了の鐘の。まあそうやな。けどもうちょい粘らしてほしい。キャンデル代がちょっと高いっていうのと、はい、このままはい終わりっていうのはちょっとな。もしかしたらほんまにこれ逆転できる可能性もあるし。思うけどそういうまくるまくなんていうよりかなんかドラマ作りたい、まあ、まだ言うて暗くないし19時まで限界まで行くあれから落ちたあ多少落ちたっすけど29ぐらいあれ言ってもないか俺のやばい 20.7 やで今どうなる今から現金掘り込むんではい頑張るかよし、はいライブ終了です。バタン。ちょっと仕事入ったんで、一旦僕はもう終了しようと思います。緑に頑張ろう。はい、頑張ってください。取り返してください。はい。最後の最後でめちゃくちゃ落ちてきた。めっちゃイライラする。うわー。えぐい落ちてきた。レインボー出た、レインボー。おー、レインボー保留。多くの落ちてきた。これにて山梨3日間の戦い終了します。お疲れ様でした。ということでね、最終的に僕あのラッシュ引いてね終わってるはずです。そのラッシュの結果こちらドン4連。
なんてしょうもない結果だ。まあ、まだ時間あったんでね、その後続行しました、はい、続行してなんとラッシュ引きました。そのラッシュの結果がこちら、ドン10ラウンド5連、まあ、7連したけど実質出玉あり10ラウンドが5回の2ラウンド1回みたいな感じで、最終的に今日の結果こちら、総投資が4万4千の回収が4万6千600円なんでプラス2600円。何をしてたんやっていう感じですね。で、まあ、最終的に僕とデスのリゼロ結果出しておきます。20は超えてましたね、まあ、最後なんかゴーンと落ちて 20.1 に濃くなって、期待値はクソでかかったっすね、はい、でデスも20ぐらいか回ってっていう。で、まあ、おそらく、まあ、明らかに期待値を追い求めてるなっていう人が1人ずっと打ってたっていう、なんか3人体制で打ってたみたいな感じやな。山梨3日間本気で稼働したら一体いくら勝てるのかの結果こちら、ドン、マイナス12万8900円。1個も勝てない、めちゃくちゃ負けた。2等1日当たり4万以上負けている、めちゃくちゃ下手くそ。この結果からして、はい、日本一勝てない権利認定します。おめでとう。こういう企画してここまでボコボコにされたら初めてです。初めてですね。おめでとう。日本一勝てない権です。ぶっちゃけ4月22、23、24来ました。周年もたまたまあったし、リニューアルもあったしで、まあ、それに助けられた3日間になったかなっていう、はい、後付けっぽく言うんですけど全然狙ってきてないんで、はい、まあ、ラッキーしたかなっていう、ただそれこに尽きるかな。入れ替え集でもない、全く何もない3日間やったらここまでうまいこといってないと思うんで、そう、まあ、終始はむちゃくちゃうまくいってないけど、期待値の方はうまくいきすぎてるっていう感じで、山梨にはいつか絶対にリベンジしに来たろうと思いますね、まあ、期待値稼働税が少ないかな、どう考えても。スロットは多いと思う、パチンコはマジでおらん、まあ、だからみんな絶対に口揃えて言うのは山梨は絶対厳しいっすって、もう最初から鼻からこう言ってくる人多いやん、だからもう諦めてる感あるな。そうですね。でもちょっとだけ思ったのが、明らかに甘いんじゃないかなっていうのを。いや確かに、これ関西の人が言ったら多分今日なんかもゴリゴリガメ取ったじゃないですか、多分。俺が気になったって思うやつは多分ほぼいかれるな、はい、で、まあ回らんかったら捨てられるっていう状況かな。ちょっと思ったのが、パワーさんが来るのを知ったお店さんが実はちょっとよくしてたんじゃないかなっていうのもすごい客観的に見て、今日とか、はい、昨日俺おったから据えとくかみたいな。いや、まあ、場合によっては昨日おとといも一応メンバーシップでは情報出してたりするじゃないですか。メンバーシップでは多分1ヶ月以上前から出してるはずやからな。なるほどですね。もし出ました、俺が行きますっていう発言で来てもええようによくしとくかみたいな、はい、俺の影響力強すぎるってことになるけど、うん、そんな感じしましたけどね。だけどそれでもそういうアクションしてくれるんはいいよな。多分ほんまに食えへん地域って、うん、多分そういう執念とか特技とか何も動かへんと思う、はい、まあ、ということでね、まあ、3日間3本になってるとは思うんですけど、全部見てくれた方ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、最後にね、もしこの件でまたしてほしいっていう件があればまたコメントしてもらいたいです。で、まあ、この動画がもし面白いと思っていただければ、最後3本ともにねグッドボタンクンクンクンと適当にパッパッスロットカンカンカンと押すみたいにピンピンピンって押してもらえたらありがたいです。次回またやるときにやる気になるのでね、よろしくお願いします。とりあえずどの県でもね僕は行きたいなと思います。いつかは沖縄やりたいな、今年中か北海道もやりたいなとは思ってるんですけど、まあ、ぜひコメントしてほしいなと思います。ということで、はい、ボロボロに負けちゃいましたけど、まあ、期待詰めだから、まあ、よしということで、まあ、次回また山梨来た時にはこの負けた分全て回収してくる勢いで頑張りたいなと思います。ということで、まあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。次は勝ちましょう。バイ。次山梨絶対覚えとけよ。クソ絶対返して